シャミルのレヒ構成員時代の指名手配、写真公開された。シャミルの遺体一白シャミルは、イスラエルの政治家、同国首相を務めた。シャミルは、ロシア帝国ルジャナで生まれ、1935年に、パレスチナに移り住む。エルサレムのユダヤ大学で教育を受けた。旧姓はヤゼルにつきであったが、その後シャミルに改名した。シャミルはエツェルに参加。 1940年に同組織が分裂したとき、彼はアブラハム・シュテルンに率いられた組織に参加。それは後にシュテルン・ギャングとして知られるようになる。1941年に彼はイギリス当局によって逮捕される。1942年にシュテルンがイギリス軍に殺害されると、シャミルは拘置所から逃亡し1943年に改訴された。 レヒの三人のリーダーのうちの一人となる。1946年に再び逮捕されるが、再び脱走し、1949年のレヒの解散まで組織を指導した。彼の指導下でレヒは1944年の英国の中東担当省も隠居の暗殺と、1948年の中東担当国連代表。 フォルケ・ベルナドット伯爵の暗殺事件に関与した。暗殺事件は彼らのパレスチナにおける政治的、主導権が、レヒの右翼的見解と衝突したためであった。イスラエル建国後、シャミルはイスラエル諜報特務長に参加。モサド工作員として、エジプトやシリアに潜入し、これらの国での元なちのドイツ人技術者らによる、ロケット開発の情報収集。 妨害工作を行った。1960年代にユダヤ系ソ連人の帰国問題に関心を持ち、メナヘム・ベギンが創設したヘルート島に入党した。1973年、リクルドからクネセトに選出された。彼は1977年に国会議長に就任し、1980年には外省に就任した。 1983年には、メナヘム・ベギンの後を継いで首相に就任した。シャミルは、リクード内では強硬派としての評判であり、1977年のエジプト大統領アンワルア、イコールサーのイスラエル訪問とクネセトでの演説を国会議長として迎え入れたが、キャンプデイビッド合意とエジプトイスラエル平和条約には反対してクネセトでの投票は棄権した。 しかし、1981年及び82年に条約締結後のエジプトと交渉を、1983年5月17日の協定に後々発展するレバノンとの直接交渉を行った。1991年1月湾岸戦争にて、 イラクがイスラエルにスカッドミサイルを撃ち込んだ際には、アメリカの強い要求で、イラクに対する報復を自制した。5月、エチオピアからユダヤ人を脱出させるソロモン作戦の実施を命令した。一方で、中東和兵に関しては外して消極的であり、どんなイスラエルの情報にでも反対した。しかし、アメリカからの圧力によりしぶしぶ、91年の マドリード中東は兵会議に参加したものの、パレスチナ解放機構との対話は拒絶するという、従来の姿勢を変えることはなかった。1997年に、ニューヨークに拠点を置く新聞、獣医師ポストとのインタビューには、アラブ人は我々を滅ぼすことを常に夢見ている。私は彼らがイスラエルをこの地域の一部として、認めるとは思わないと述べている。 1992年の選挙において、イツハクラビンが率いる、労働党に敗北し、リクード党首から退いた。1999年、極右政党である、国家統一党に参加し、選挙に出馬するものの落選している。2001年、イスラエル政府より、イスラエル省授与。2012年6月30日、テルアビブ北港にあるヘルツリアの養護施設で死去。 関係者によると、少なくとも6年間にわたって、アルツハイマー型認知症を患っていたという、96歳遺没。ありがとうございます。